回転式拳銃。回転式拳銃は拳銃の一種。英語名、またはカタカナでは、リボルバー、リボルバーと呼ばれる。連発銃の方式としては、比較的初期の部類にあたる。連発銃としての起源は古くすでに16世紀にはあったらしい。ノルウェーのマイハウゲン博物館2597年のドイツ製フリントロック8連発のリボルバーが現存している。 しかしこのような国初期のリボルバーは、激鉄とシリンダーを別々に操作する必要があった。信頼性も低く高価であり、実用品ではなくどちらかといえば、貴族のステータスシンボルとしてられていたという。リボルバーを普及させたのはアメリカで水婦をしていた、サミュエル・コルトである。サミュエルはハンマーを起こすと同時に、シリンダーが連動して回転する機構で1836年徳を、 取った。初期のリボルバーは弾丸、火薬、雷管を別々に装填するパーカッションロック式であった。1857年、S&W によって金属薬莢を使う実法、メタリックカートリッジが開発されると、パーカッション式は駆逐されていった。ただし、特許問題で S&W 以外は1869年までメタリックカートリッジを使う回転式拳銃を新規に、 製造できなかった。そのための抜け道として、S&W のパテント執行前には、南北戦争時代の旧式パーカッションリボルバーをメタリックカートリッジ仕様に改造したコンバージョンガンも多く作られた。19世紀中期から後期には、ダブルアクション機構を搭載した製品も普及し、リボルバーの基本構造は完成の域に達した。20世紀初期には、 自動拳銃が普及し始めた。軍隊ではリボルバーからオートマチックへの転換が進んだが、構造的信頼性の高いリボルバーは警察などの法執行機関で引き続き多く用された。オートマチックとの差別化を図って、大口径カートリージを使用した製品も多くなっていった。しかし犯罪者の重武装化に伴い、90年代を 世に横断数のオートマチックを採用する警察が国でも増え、リボルバーは姿を消していった。公用としては使われなくなったリボルバーだが、民間の護身用拳銃としては今も現役である。オートマチックより優れた利点や構造を生かし、2018年現在でもユニークなコンセプトの新製品が各から発売されている。本体中央に 複数の薬室を設けた回転式断層、シリンダーを持ち、これが射撃時に回ることで連発射撃ができる。相談数は大抵のモデルで5から6発だが、80年代から近年では7発や8発の製品も増えている。競技用で昇降系弾を使用するモデルには一部10発以上のものもある。構造は勘弁かつ頑丈である。このため、 マグナム弾等の競争弾を使用できる機種も多い。オートマチックのように、廃査やしないためジャムが発生しない。一万一不発が発生しても、撃鉄を起こすかもう一度引き金を引くだけで示談を素早く発射できるという利点もある。このようにジボルバーはオートマチックより、マルファンクションの可能性が原理的に低いため、護身用としての人気が根強い。弾装が回転する、都合上。 重心と薬室との間に隙間、シリンダーギャップがあり、また発射時に重心ナイルと薬室との間で芯ズレが起きる可能性があるが、重心の後端内側には面取り加工が施されており、弾丸がスムーズに重空へ侵入できるよう配慮されているため、実用上の精度は自動拳銃に劣るものではない。反面リボルバー特有の欠点もある。 自動拳銃に比べ相談数が少ない弾薬の再装填に時間がかかる上述のシリンダーギャップがあるため高温、高圧の発射ガスがそこから漏れてエネルギーの炉が生じ発射ガスが吹きつけることでフレームが損傷したり弾層の軸周辺が汚れたりする恐れがあり発砲音も大きくなるの理由から軍、警察用では自動拳銃にとってわられたが ご信用としての需要は未だ高い。古い年代のものは芸術品としての人気もある。少数ではあるが、発砲の反動を利用してハンマーを自動でコックするオートリボルバーと呼ばれる機種も存在する。リボルバーはシリンダーの解放方式で振り出し式、スイングアウト、中折れ式、トップブレーク、固定式、ソリッドフレームに対別できる。 リボルビングライフル。リボルビングライフルは回転式相談機構を持った小銃の一種。単重心のカービンタイプ以外は厳密な意味では拳銃ではないがリボルバーの仲間としてここで解説する。パーカッション時代になっても小銃サイズの連発式火器は複数重心を持つもの以外実用的な銃がなかなか成功しなかった。これを成功した連発機構を持った 回転式拳銃をスケールアップすること解決しようとした試みが19世紀中頃に誕生したリボルビングライフルカービンと呼ばれる火器である。だが結果的には失敗したカテゴリーの銃となった。単重身の回転拳銃に片手重傷を取り付けたカービンタイプ片手で操作可能、または用心鉄かグリップの下にもう片手を添えるは それなりに機能したのだが、超重心の小銃を保持するのには片手を重心の下部に添える必要があるため、シリンダーギャップから前方へ噴出する発射ガスがそれを直撃し、火傷を負う問題、よって、すででの操作は火傷を覚悟す必要があり、使用時には革手袋が必須となるを最後まで解決できなかったためである。しかし、ウィンチェスターライフルを筆頭とする。 レバーアクション式ライフルが開発されるまで、これに代わる連発機構もなかったため、一時はコルト等の大手も参入して盛んに製造され、南北戦争では、コカチネット州で北軍大佐になったサミュエルコルトが1861年に指揮を投入して、同社のリボルビングライフルを装備する、コルト第一リボルビングライフル連隊などという部まで編成している。代表的な銃には、 コルト第一連隊の装備にもなったがある隠し口径が揃っており三段仕様もあった。特に70口径の銃はエレファントガンとも呼ばれた。メタリックカートリッジ時代になってもオプションパーツとして回転拳銃をリボルビングカービン化する脱着式ストックが作られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。